はい、アドリブを弾く方法を解説していきます。それでアドリブの弾き方なんですが、まあ、いろんなアプローチ方法というか弾き方があるんですけれども、今回は比較的、簡単な、アドリブの、方法を紹介します。それでざっくり言うと、これキーが A なんで A メジャーペンタで弾けば大概合います。まあ、ここら辺だったらここね、この辺だったらここら辺だったらこう、それで合うんですけれども、まあ適当に弾いてるとなんか変な感じになるところがあります。音がなんかちょっと合わないな、合ってるのか合ってないのかっていうような感じのところが出てくると思います。でおそらくあのコード進行で C シャープ7とあと D シャープディミニッシュ7っていうコード進行があるんですけども、そこのところであんまりしっくり来なかったりします。でそれのまあ解決法というか、それをちょっとお話しします。で C シャープ7のところなんですけども、あのコードを自分で弾いてみて、これ C シャープ7ね、でここだったらこれね、これね、でここのコードの音を全部覚えちゃうのが早いです。でここのところで A メジャーペンタの中で C シャープ7入ってるのは、まあ、ここね、これ C シャープの音なんで、ここを目指して弾くとかね、こんな感じで弾くとかで、次はこの辺で弾く場合はここが C シャープ7のコード、これね、これで、ここら辺にある、A メジャーペンタはこれなので、こうね弾くとこの音とか、この音が C シャープ7のコードの音なんですよ。なんでここのとこだけ覚えてて、 A メジャーペンタこうやって弾いてこんな感じで弾いたりね、これは同じね。で A メジャーペンタの中で C シャープ7のコードの音をこうやって弾いてみて、その音を、こうターゲットに持っていって弾くっていうのが一番簡単な方法です。でもう一つの方法は